敵を奇襲できる位置に戻りを示さねば。いかがなさいますか。ゴジュ殿の奇襲を確実に成功させるには悪城の前の敵を引きつけておかないとね。しかし敵の数は予想以上だ。バッシラだけで相手をするのは心細いかね。諸葛亮様より伝令、趙雲様を援軍に差し向けたとのこと。なら川辺の敵を倒して援軍を迎えようか。しかし諸葛亮は何でも見通しだね。敵将、趙軍援が討ち取った。お前さんが来てくれて大助かりか。諸葛亮も足と同じ考えだってことかね。殿が天下を得るには避けて通れぬ戦。これが罪ならば我らも罪を負う覚悟と。我が手を引く。兄者は優しすぎるが迷いも多い。だから俺らで盛り立てていかねえとな。そうか、なら安心したよ。じゃあ敵を引きつけるために頑張ろうか。お見事な戦ぶり、長州流感服いたしました。我らの実力出し切ってみせるのだ。やれやれ、お
思ったよりしんどかったね。ホート、なんということを。ありがとう、リュービ様。これはリュービ殿、聞こえるだろう、駅州の民の喜ぶ声が。これほどの民だ、この私を待っていたというか。さあ行ってやるといい。よかったな、これで。この怪我は、どうやらわしは早々に退場のようだ。あとは諸葛亮任せたよ。